グラナダは、ニカラグア共和国西部グラナダ県の都市で、同県の県と。人口は、約11万人で、ニカラグアで4番目に大きい都市である。グラナダは、ニカラグアの歴史上、政治的、経済的に、最も重要な町である。ニカラグア湖の北西岸に位置し、1524年12月8日、フランシスコイルナンデス・デコルドバによって創設された。 街にはスペイン植民地時代の面影が残っている。エルナンデス・でコルドバにより、スペインの都市グラナダにちなんで名付けられた。この命名は、以前はスペインに所属していた本国グラナダの最後のムーア人の取りが、カトリック王とスペイン女王によって征服されたのを称えた,たものであった。歴史的にグラナダは、グアテマラのアンティグアと姉妹都市である。植民地時代、 グラナダはニカラグア湖やサンフラン川を通じて大西洋へ至る港として商業的な繁栄を続けた。町はニカラグアの支配権を得ようとするイギリス、フランス、オランダの海賊との戦闘や侵略に遭い被害を受けた。アメリカ人傭兵のウィリアム・ウォーカーが居住地を占拠し支配者として中部アメリカの支配権を得ようとした。ウォーカー軍の将軍の一人が 町から退去する際に火を放ち、それまであった町の大部分が焼き尽くされてしまった。長い間、グラナダはニカラグアの主要都市としてレオンと主導権を争った。グラナダは保守層に人気があり、一方レオンはリベラル派に人気があった。1800年代、二つの都市の妥協一として、最終的に中間地点のマナグアがニカラグアの首都として創設された。ありがとうございます。